地にあるのをこぞって聖なる皆をくださいお授かりなのではない方はお立ちいただいて、賛美歌21から49番を賛美いたします。ご紹介すみませんがお願いいたします。じゃあ自己紹介と演奏者の紹介をさせていただきます。私佐野純一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、背景の復習からさせていただきます。ですね、23年のですね、クリスマスの礼拝の時に、私の息子そのカエトとその奥さんがですね、こちらの教会に席を置くということを決めていて、まあ、そこでクリスマス集会の後にですね、転入式があって、そこに私がちょっと参加させていただいて、ヴァイオリンを数曲演奏させていただきました。で、その年末にですね、なんか役員会があったみたいですね。私知らないんですけど、でそこでですね、今日の牧師不在礼拝どうする会みたいなですね、あったらしいですね。で、どうなったかが、その子のお父さんがいいんじゃないみたいな提案をされた方がおったそうなんですね。で、そうだね、そうだね、そうだね、決定みたいな、あったらしいですね。私が知らないところで。で、1月7日にですね、上田牧師からですね、いつの間にか、息子と私と上田牧師のグループラインができたんですね。でですね、サンプのお父さんに決まりましたみたいな、こういうメールが、ラインが来てるんですよ。で、なんかそこに奨励って書いてあるとかですね、礼拝式ですかみたいな内容のラインが飛んできてますね。で、ほう、みたいな。牧師でも教会でもない私にこういうアプローチですかみたいな、ちょっと古いんですけど、星ヒューマンのなんか魔球みたいなものがですね飛んできたイメージがあるんですね。で、まあ一応時間があったんで、まあ一人は心細いなと思ってですね、ちょっとすみません、さっき間違えちゃったんですけど、
ごめんなさい。で、楽器を切るか自分の店で、まあ、結構目立っちゃいましたね。全然細かすぎて、ごめんなさい。で、まあ、アンサンブル生地は楽しいんじゃないかって思って、まあ、とりあえず可能な限り仲間を集めて、乗り込ませていこうってことを考えたんですね。で、まあ、で3年の工場から、まあ、その本当に楽しい方がですね、曲って感じですね、とってもありがたいんですけど、では、大阪浅井さんと言います。よろしくお願いします。で、なんで知り合ったのか、私、バージン教室に5、6年前から通ってて、でですね、こんな古く吹けるのに、やっぱり二刀流なんです。まだちょっと初心者なんですけど、発表会でフルート、バイオリンとフルート両方弾いたんですよ。すごいですよ、まあ、入ったその日にバイオリンとフルート、まあ、フルートは分かるけどバイオリン弾いたんですよ、入ったその初年度に。なかなかなんかすごい方だなと。で、アンサンブル入ったあと吹奏楽団に入ってて、その大人たちはですね、まあ調達というか、いい感じの方を、告る曲で、最後にですね、パクテルでのカモンっていう曲をやりたくて、それ3台でやるんですよ。オリジナルは3台のバイオリンでやるんです、曲なんです。だからこれを弾きたくて、もう一人やるとかって言ったら、いい曲がいいということで、吹奏楽団の金先生とかと、紹介、ジョインいただきました。で、こちら、佐野美由紀さんで、同じ宮さんなんですけど、2人目の奥さんではないですね。旦那さんはですね、旦那さんちに会って、カメラの旦那さんは、まあ、いい感じでこう2人が、別でも別々の家に住んでる2人です。はい、で、私、佐野純一と一緒に、ちょっとみゆきさんだけちょっと苦笑いですけど、で、グループ名はですね、成田協会 B チームと言うんですけど、どうぞよろしくお願いします。この日のために結成されました。どうぞ、それなんですか。はい、じゃあ、だったら、ですね、ちょっとおかしいになります。あ、お見せなのか。なんかおかし、おわかしをって言ってですね、まあ、おわかしって言ってはですね、まあ、ユーザーレビューってやつですね、進行者が体験した、経験、方というのを証しと言います。はい、そうですよ。で、私たちの不思議なつながり、なんかちょっと不思議なつながりは私たちあると思うんですね、ご紹介させていただきます。1点、イザヤ書って旧約聖書、これイエス・キリストから生まれる700年ぐらい書かれた書物ですね。イザヤという預言者が書いてますけど、一人の緑が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方に、その骨ある力が永遠の父、平和の君というもの。イエス・キリストが生まれる700年も前にこういう予言がイエス・キリストが生まれるよって言うんです、まあ、何年後かはこの時は分かんないですけど、今さかのぼるとイエス・キリストが700年前に予言で、ちょっと曲歴の長い方、ここ何が入っているか分かりますか。じゃあそこのダンスはい、不思議の、ああ、いいですね。ああ、大体当たってます。不思議な助言者。で、文語訳だと、奇妙なものって書いてます。で、この奇妙っていうのがですね、その次のテーマにもなってるんで、奇妙とか不思議、言語見てですね、類いまねだとか、恐るべきみたいな言語がここに入ってるようです。で、まずですね、なぜ私がここにいるか。息子がここに来なきゃ私はここに来ないんです。で、いくつか教会あるけど、息子はこの教会だなと、この扉だなと、なぜか。で、ここに聖書のヨハネというキリストの弟子が書いた書物の一節があるんですけど、あなたが私を選んだのではない、私があなたを選んだ。息子がこの教会を選んだように見えるんですけども、まあ、そういう側面は確かにあるんですけども、実はイエス・キリストがここに導いたと。っていうふうにも見えるんです。で、なければ私はここにいないし、このフルート奏者の方たちも、ミキさんもここにも来ない。だから息子はここを選んでるかもしれないけど、イエス・キリストがここに行けるっていうふうにも見えるよねっていう確認をしたいんですよ。で、ご紹介します。恵みイエス・キリスト、このままですごい苦しいことが起きてるんです。そこの兄弟がですね、結婚しなければ私はこの教会に行かなかったんです。そう、この姉妹が
この教会とのコネクションがあって、で彼が高校面白いお話しする牧師に行くって言って、私は4、5年前からちょっと気に入っているところに行ってるんですけど、で不思議なのかな、私がいなかったら彼は結婚してないです。まあ別の人と結婚したかもしれないですけど、あのこの奥さんとは結婚してないです。なぜなら私が、こういうクリスチャンの結婚コミュニティがあるよっていうことを紹介して、そのコミュニティで奥さんを見つけたって、縁という意味ですね、互恵関係にあるんですよ、うん、あの彼がいなければこのスクリーンもないんですよ。このスクリーンもですね、ですね、そのご主人がなんと作ってくださったんです。私が言いたい放題注文して、こういうのこういうのこういうのって言ったらちゃんと出来上がる、すごい気分なんですよ。で、同じ教会にですね、あの、別格のサンドオフサイトですね、これ定感者ですね窃盗塾なんですよでちょっと私とちょっとあの同じサンドでやるしいんですけど、で、こちらのあのさんがすごいピアノ上手で、こちらの音楽主人公をしてますんで、まあ、今日特別にこちらに今日行ってました。で、子供が育ったんですね、こちらの教会に。で、役員会が広がってお話しますねでこういう関係があるんです。で、この浅井さん、大阪浅井さんも素晴らしいんです。私、この発表会に5年間出てるんですけど、3年前に、ね、あの流星のように現れたんですね。で、去年、この人、そう、3年前に現れたから、去年の秋にちょっとお声かけしてみようか、ちょっとこういう、こういうあのセッションしてみたら面白いって思って、なかなかいいんですよ、自分と同じぐらい弾ける人っていないんですよ。大体バレエ教室で大人になって始めた人が多いんで、なかなかいなくてですね、なんかまあ、アンサンブルだとチームに入ってたらね、そういう人と出会えないんですけど、私はそういう個人でやったから出会えないんですよ、同じぐらいの人と楽器をしてるレベルの人って。まあ教会であればピアニストはいますけども、他の楽器の感覚で出会えない。で、なんと大阪さんがこんなところに入ってきた。そう、すごいでしょ。で、ちゃんとイメージブで、なんで入ってきたんですかって聞いたら、すごい興味深くて、すごいバイオリンに興味があって、で、バイオリンをあげた人がいるんです。バイオリンをあげた人がいなければ、もう浅井さんはここに来ないんです。すごくないですか。で、爆弾、水素爆弾入ってるんで、まあ、その方水素爆弾なんですよね、もう浅井さんが出てくれて、こういう会話になってるんですね。で、もう一回確認なんですけど、皆さんもここの教会に所属してるから今来られてて、ここに所属してなかったらこの宇宙会にこの空気をシェアしてないですか。だから何かの組織に加わってるっていうことで私たちはつながってる。で、彼の兄弟は昔の教会と私がつながってたから彼の結婚したって、何かの組織に所属してるからここに来てる。で、なぜか8月18日皆さんここにいますよっていう確認をしたいです。もう一回復習なんですけど、で、ここの肝になる、機関的な関係って、ここまずここですよ。ここがなければ、まあ、そもそも始まるんですよ。で、もう一つ、ここはすごいレアなコネクションなんですよ。だってフルート奏者なんですよ。私フルートももらったって、フルート教室なんか行かないんですよ。下手したらアメリカ行くの行っちゃいますよ。ね、でしかも2年間もですね、来たんですよ。もらってやって、3ヶ月か1年で、タンスの肥やしになるのが関の山じゃないですかね。2年間でまだ続きようとしておられるんですよ。で、しかも、バイオリンって普通、もらわないんですよ。みんな買うんですよ、だって。人生100年生きたって、楽器もらうことってあります、皆さん。ないですよね。しかもですね、すごいのがね、欲しいと言わずにもらうんですよ。欲しいって言えばもらえる可能性あるけど、欲しいって言わずに何だか欲しいものもらうんですよ。これ、ものすごいレアなことが起きてると思うんですよ。で、なんでこういうことが起きたかっていうと、なんか飲み会の時に、バイオリンに憧れてるって一言が言ったそうなんですよ。で、まあ、そうみたいな、その覚えてて、みんながバイオリンがいたから、バイオリンが最初に。で、もらって、じゃあ、もらったから弾けるようにならんのかみたいな感じで、ちゃんと教室に行って、2年ですね、発表会行って、こ
ここになんかすごいパワーの力が入ってちょっと私の目線なんですけど、ですね、こういうね、神様って、ね、努力してる人を評価するんですよ。で、私の感覚ですけど、いろいろあったんですけど、モービーさんも素晴らしい方です。アンサンブル、7月から合流したんですよ。私と浅井さんが6月ぐらいから上演して合わせをしてたんですよ。7月から急遽上演してですね、立ち上がってきてくださったんですよ。うん、で、いや、ここがね、この人すごいなって思ってて、で、なんで私は、浅井さんとモービーさんのフルートを皆さんにお聞かせしたいから、こういうことしてるんですか。だってこう、私、こう23年に繋がってるんですか。23年に繋がってて、で、本当は私はクリスマスを撮りたくて、声かけてもらうんですけど、いや、クリスマスだけはいい。やりたいけど、クリスマスだけはいい。なぜなら、クリスマスは定期演奏会があるから、こいつは、なんだよ、それと思って、じゃあ、5月とか8月だったらいいのとかって、じゃあ、まあそうね、じゃあ、なんか、夏ぐらいに考えましょうか、みたいなことを言ってたときに、役員会があって、この話が来て、ここのこういう段取りになってんですよ。これものすごいなんか歯車が合わさってて、なんか、もう一回言いますけど、茂木さんと浅井さんの演奏を皆さんに聴いてほしいなっていう方がおられるんじゃないかなっていうふうに私はそう感じてますね。うん、まあ大丈夫か、でも絶対外れって言えないですよね。これ完全否定、セール的にこれ完全否定できないと思うんですよ。うん、すいません、すごいな、ロンジャー。かなり言うと結局かなり。で、まあちょっとね、あなた、私は何だろうね、話が、こういう聖書の言葉をちょっと皆さん、時にはね、なんとなく自分でやってる感があると思うんですけど、ことを、ね、思い出すのがいいんじゃないかなと思いました。はい、じゃあ、ありがとうございました。次。これはですね、アカペラ。
3のところです。3が終わりまして、4に入ります。奨励の時間になりますので、聖書を再生できます。その後、奨励をお願いいたします。聖書は、マタイによる福音書14章22から31節を解読いたします。テキストの場所の、症例の場所のテキストに、はい、こういうシーンが聖書にあるんですけど、この場所に、はい、なるほど。田町の上を歩く、ごめんなさい、湖の上を歩く。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、強風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊と言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペテロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令をして水の上に歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペテロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり、沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。では失礼します。ありがとうございました。この辺ですね、ピアニストのみゆきさんに書いてもらったんです。もうご夫婦ですごい器用夫婦で、こういう絵あるんですけど、聖書と違うんですよ。なんか船、この船がやったら遠くに向かったやつ。マタイという人がここに乗ってるはずなんです。見てるはずです、マタイという人が。もしかしたらマルコももしかしたらここに乗ってる可能性があるんです。十二弟子はないんですけど、マルコでもこの人が関わってて。で、夜なんですよ、聖書。昼の絵は、やたら昼の絵がいっぱいあって、でしかも何が高くないといかないんですよ。で、掴んでるっていうのは右手だと私はと確信してる。でこの絵が欲しくて、この絵はここをチョイスして、この絵はこの辺をチョイスして、で、写真で夜にしてみたいな、注文をつけて、この絵を描いて、で、聖書を見る限り、この絵が正しい。で、ユーレイズミアップっていう曲知ってると思うんですけど、あれ、私が聞いたときに、あれ、これ賛美歌なのかなって思ったんですね。で、英語よくわかんないですけど、歌詞を読んでみたら、賛美歌でなきゃおかしいっていうのですね、ここを言ってるっていうふうに私はそう理解してます。本人に聞いたわけじゃないですけど、あれこれ以外のレウデズミアップを説明するストーリーはないと私はこれを紹介してみたいなと思います。ですね、あと背景確認。ちょっと面白いこと。聖書ってこう目を三角にして読むのが書物じゃないと私は思ってて、結構なんかユーモアとか、ボケツッコミポイントってあるかなと、ちょっとご紹介します。で、ペテロ、明らかにね、失敗したところばっかりを解説する書物多いっすよね。
それよりも歩けたことはすごくないですかっていう、ちょっともっとペテロなんかいろいろペテロの失敗いっぱいあるから、なんかダメ親父っぽく見えますけど、ペテロって12日の一番リーダーで最もイエスキリストに近い人 で、何よりペテロって、聖書のメッセージとしては、あなたもこの弟子の一人だよって言ってて、そのペテロの体験と他の弟子の体験は、イエス・キリストって信仰者はそのイエス・キリストの弟子になるみたいな、結局信じてるけどイエス・キリストの弟子じゃないっていうのは聖書の定義上ありえないです。信じたらはイエス・キリストの弟子になる必須っていう、定義をされているのを私は感じています。で、このペテロという人をよく見るのはいいことじゃないかなと思います。で、ちょっと面白いこと言ってみます。ちょっとご紹介します。まずね、無理やり乗せられていますよ。これね、ジェットコースターに乗りたくない男性がね、女の子にあれ乗りたいんだけど一緒に乗らないんだって、みたいな、一緒に乗るの、弟子たちは先生一緒に乗らないんですかみたいな、どちらも乗りたくないっていう、そういう状況なわけです。さっきに読んでみたように、弟子たちを乗り込ます、無理やりやってますから、自分より先に行って一緒に行かないの、ね、あんた先行きなさいって無理やり引き離して、いつも一緒じゃない、なんでこう来ないんですかって、で、船に無理やり乗せられて、大体こういうことは、だから言ったじゃないのみたいなことが起きるんですね。この人もね、こうちょっと空気になっちゃうんですよね。で、弟子たちも散々なんですよ。聖書を読むとですね、何個失敗にもされてるんですよね。この向かい風があって、波風に悩まされて、で、6、7時間もですね、船にいるんですよ。で、ね、なんでやっぱ先生いないからこんなことになってんじゃないのかで、なんなってるんですよ。で、悲鳴を上げてるんですよ。このガリラ横って、あまりイメージつかないんですけど、その地形からですね、5、6メーターの波が立つそうです。あまり湖で5、6メーターの認識できないんですけど、調べると5、6メーターの波が出てきて、しかも、ずっと船こけ続けて良くなっちゃって、夜に5、6メーターの波、しかも、あ、そうか、今ちょっと行くで、しかも夜になって、で、夜明けだって書いてあるんですよ。だから お化けだと思ったんですよ。お化け出るのって言って、2時か3時なんですよ。夕方なんかないですからね、夕方がいっぱいあるんですけど、夕方はお化け出ない。で、ですね、原稿はですね、死神だと思ったんですよ。うってつけですよね。波が高くて、当時も今でさえ20人乗りの船で5、6メートルの波って怖くないですか。当時もなんで、仮に30人の乗りでも怖いですよ、5、6メートルの近くの夜になって。で、あれの湯で叫んで、本当に大の男たちが叫んで死ぬ思いをして、本当に恐怖に怯えてるんですよ。これ後で助かったって分かるから、なんか笑っちゃうんですけど、でもその時の恐怖ってちょっと皆さん体験していただきたいんです。で、結論からするとリグロ行けばよかったんですよ。5、6時間も船乗ってんだったらリグロで歩いた方が絶対にね、セーフティーだし確実に行けるじゃないですか。なのに無理くり船に乗せられて、無理くりああいう状況が起きるだろうなってイエス・キリストだし、なんか知っててやってるみたいな感じしません？で、聖書ってこういうことなんですよ。合理性はこっちなんですよ。正しくはこっちに行くべき。でもそうではないことが起きる。人の思いと神の思いが違う。で、あれって、笑っちゃうんですけど、福音宣教になる12日の素晴らしい勇者ですよ。で、伝説によるとヨハネ以外は殉教した、パウロも含めたら12人死んでる殉教の死をする大勇者の大の男たちがみんな悲鳴を上げてびっくりしてる。で、何らかイエス・キリストの死後ではないのに見えません。ちょっと皆さん、なんか信仰力のそこそこある人で、なんか神様ってちょっと助けてくれるけど意地悪じゃないって思う人いません？いないですか？え、私だけ？手挙げないようなさないとして。私の牧師の話を聞いてると、やっぱなんか意地悪って思いますよ。そう、私もそうだと思うんです。意地悪っちゃ意地悪なんですよ。だけど助けてくれる。で、その意地悪がこっちは意地悪って感じるんですけど、実はすごい意味がある。だから、
私はいいから、意地悪するけど大丈夫かなみたいな。で、何個する場合なのかなって、ここ落ちてんだけど、ここに手があるんですよ。落とし穴がここにあるのは分かってるんだけど、わざと落として助けるみたいな。こういう神様 のロジック、神様の戦理眼も全部見えてるんで、こうなると分かってる。で、イエスは弟子たちをここに乗り込む、そうそう、無理やり乗り込ませて、ね、向こう岸に渡らせる、ここに落とすためにこういうことをしているように見えるんです。一応にするために、悪く言うと。で、ここにマルコっていう人が、まあ、だからこの人乗ってたんじゃないかなと思うんですよ。これ、十二弟子じゃないんですけど、キリストの弟子の一人なんですね。で、こきあぐいでるのを見て、そばを取りすぎるおつもりであるって、どういうことって思いません？ね、完全に意地悪じゃないですか、こんな。なんで難航してさ、怖い、もう恐怖に怯えてる人に湧き通るんですよ。まあ、実際船に乗るんですけど、でもイエス・キリストはこういう思いだった。完全に1割としか思えないって私はそう思うんですよね。でもいやでもちゃんと私は祈りや願いに応えてるっていうところで、まあちょっとコンポイントになってました。で次ナイスなんだかのナイスのところがあるので皆さんシェアしたいと思います。まあその位置ですけど、不安から言ってこの人面白いですよね。恐怖に、まあ弟子たちも恐怖に怯えてたんですけど、イエス・キリストがしっかりしてないと私は面白くない、主か、イエスが来たみたいな。で、時にペテロが、おお、よかったよかった、主はあなたにしかって、この天真ぶりって面白くないですか。もうめっちゃ安心して、あ、なんだ、イエスさんで、よかった、みたいな。で、これ、素敵じゃないですか、同じことやってみたい。まあ、今日のタイトルですけど、十二弟子が誰も飲まなかったね、彼だけがこんなことやってみたいって思って、この子供のような好奇心を持ってるんですよ、ペテロさんって。これ、すごい重要かなって思うんですね。大人になるとなんかね、こういうこと忘れちゃうから、こういう気持ち大事かな。で、子供のような好奇心なんですけど、すっげえ賢いんですよ、言い方が。賢者なんですよ。さすが十二弟子のリーダーですよ。なんでどこが賢者かっていうと、私に命じて水の上をあなたのところに行かせる。私に命じてください。命令してくださいって言ってます。で、賢者の願い方は、私に水の上を歩かせてくださいという。子供だったら私にも同じことさせてって言うんですけど、私に命じてください、あなたから、なんかやら、あなたの主観でやらせてください、私の願いじゃなくてあなたから命じてください。これあれなんですよ、ペテロちゃんと勉強してるんです。こういうことが過去にあったんです。ギリシャ人が来て、エスはお言葉をくださいってギリシャ人が来るんですね。お言葉もらえれば大丈夫ですか。ってところにイエス・キリストがものすごい褒めて、いや素晴らしい子供が、みんなはですね、手を置いてもらいたいなと思ってくるんだけど、ギリシャ人だけは言葉ください、そんなわざと来なくていいですみたいな、病気で寝てるから言葉だけで、そこにイエス・キリストはすごい褒めてくる、あ、そういうの見てるって、こういう言葉を発せる、まあ瞬間的に発せられたって素晴らしいんじゃないかと思うんですね。で、信じたくらいよりですよ、何も変わってないんですよ、状況は。5、6メートルの波が立ってですよ、迷ったんです。命令してくれた。船から降りますか。どう降りたと思いますか。本当に大丈夫かなって思って降りたら、その瞬間沈みますよ、ね。歩けた。すごくないですか。この第一歩どうやったんだろうって興味深いなって思うんですよね。多分これは私の感想、こう降りなきゃ水の上に立てないと私は思っています。こう降りたんだろう、もう言われてから、嵐だろうかなんだろう、渦巻いてるわ、歩けると思って、で、本当に歩いてる、事実が。で、見てた人がいる、そこがないですか、人類、イエス・キリストと彼だけですね、水の上、マジックなしで、ね、歩けた人。で、また面白いのは、このもう一度叫ぶ、沈みかけちゃう、しようと叫ぶ、もう一回叫ぶ、これもなんか良くないですか。これ失敗だよね、ダメだよっていう仲介者が受けるちょっと待ってると思うんですよね。これがよった歩けたっつってホイ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 イエス・キリストタッチってゴールインしちゃったら、この話って何も面白くないですよ。ペテロさんと私は別だって思っちゃいますよ。だけど落ちたのが私たちだったら、後世のために彼は落ちてるんです。彼は落ちるだろうなと思ってイエス・キリストははめてるように私は感じるんです。それは私たちなんです。
ここで落ちなかったら何にも面白くないですよ。まあ、ネタとしては面白いですけど、進行的には面白くない。で、もちろん足を走らせたら、いつもより。聖書でイエス・キリストがクリクリの動きってどこにもないと思うんですよ。マルコ伝だと十字架の旅を急ぐために、旅を急ぐためなんですけど、クイックリな動きってここにしかなくて、しかも水の上で、しかもペテロを助ける、第一の弟子を助けるためにクイックリな動きを発して、で、掴む。で、右手に決まってるって私は確信してます。なぜ右手かっていうと、またこれ、この予言を成就させるためにやったように見えるんですよ。マタイ伝っていうところには、これはこういう条件が成就するために、ほら、予言成就したりするっていう、またいでもそういうことがよく書かれてるんですね。で、聖書って、これ予言だよ、成就するよ、いつか成就するよっていう予言と、なんか暗黙地帯で語って、あ、これ予言だったんじゃん、ここで当たってんじゃんみたいな、そういうなんか確信的な予言があるんですよ。で、それがなんかここにはまるんじゃないかなって思って、いずれその、あなたの右手を取って、あなたに恐れてはない、私は。助けるっていうこの言葉は実際新約聖書でどっかで起きなきゃこれってもしかしたら嘘かもしれないって思っちゃうじゃないですか。まあ、聖書に嘘って基本ないんですけど、でもこれもエビデンスとしてこのエピソードがあるっていうふうに私は思うんです。この箇所以外にちょっとこのイザヤ書の適用箇所が見つからない。この威厳を上手させるためにエスキーしたら寝てるかみたいな、ちょっと私はそう見えてるんですね。で、しっかりして、ね、押せる、私は押せる。で、ここに感動して作者も先生が言いましたけど、リレージニアップを作った人はここを歌にしてんじゃないかな、あなたは私を引き上げ嵐の海の上を歩かせてくださるっていう、こういう歌詞があるんですね。だこれってここしかないっていうか、他になんかこういう歌詞を思い浮かぶシチュエーションって基本ないんですよ。だって基本水の上なんて誰も歩けない、歴史上歩いたら記憶があるってここしかないんですよ。だからこれ本当に信仰じゃないかなと私は思います。はい、ということを言うべき。
するように従いまして、お授かりなくなる何かとお立ちいただきまして、賛美歌21から451番を賛美したいと思います。よろしくお願いいたします。
週間あなたはどまで拝めそして礼拝と結べてください。本当にありがとうございます。今朝は天の仲間と一緒に音楽を礼拝を受けましたこと、本当にありがとうございます。私たちは主を信じるがゆえに多くの恵みをいただいております。今はそのあなたの一部を感謝を添えて献呈いたしました。どうぞ恵みのままにお待ちください。本当に失礼ませんでした。兄弟姉妹のどうぞ今週も私どもともども主の十字架を仰ぎながら一週間を過ごすことができますように。そしてまた来週も礼拝と足を送ることができますよう、どうぞお待ちしてください。この私祈りですけれども、主イエス・キリストの御名を通して礼拝で捧げます。アーメン。ではお察しかねえかと言っていただきまして、正演27番、感謝の祈りをその唯一最後に放送を持って今日の礼拝を終了させていただきます。ではご起立ください。
思い深い礼拝ができたことを心より感謝いたします。私たちの救い主なる唯一の神に栄光、大能、力、権威が私たちの主イエス・キリストによって世々の初めから今も後を常しえまでもありますように。主の御名によって祈ります。
改めて小さい教会にですね、これほどの大勢の方で、厳かな、礼拝を執り行うことができまして感謝です、改めて皆さん拍手を持って感謝を受けます先ほど礼拝の中でですね、紹介もありましたが、改めてこちらの順番に衣装を出します。すごい、さっきの15、15のアカペラの曲って合わせるの難しいんですけど、一人で聴いても、聴くとね、追加体験もそうじゃないですか、パート、他のこの時より崩れるけど、かなりすごい近づく立ち上がってきてですね、こけても頭ジョイする、私こけても終わっちゃうんですよ、もう一回やろうなんですけど、まあ、もう一回乗っかってくるんですよ、すごい。今日は本当にこのような中に来れたことがとにかく幸せで、本当に感謝の気持ちがもうすごさに言葉に表せないので、本当にいい時間になりました。ありがとうございました。本当に皆様に、ね、本当にいい時が過ぎることを心から願っています。ありがとうございました。私が大変驚いたのは、今日の礼拝のためにこれね、作るのも大変ですけど、作るよりも内容ですよね。こんなにまでして今日の礼拝を盛り上げてくれた。でもこれは能力ないとできないんですよね。というのは妹さん、娘さん、京子さんが以前に印刷物を作ったことあるんですよ。これが素晴らしい印刷物ですので、やっぱり佐野さんの系統はこういう、この日のためにこれだけ作っちゃうんでしょ、ね、絵を描いてもらったりおりますが、でその絵もこういう風な映像に、作り上げて非常にびっくりしました。私ちょこちょこっと見ながらで、ちょっと腰を折っちゃったとこごめんなさい。それ本当にね、素晴らしい方です。この後ですね、30分ほどお茶の会を向こうでなさいますので、できる限りどうぞ向こうに
移動していきます。でその後ですね、30分で、お手伝いできる方はこれをちゃんとね、お手伝いして収納してもらうことをまたお願いいたします。じゃあそういうことで一つよろしくお願いします。どうぞ。こっちもうこの辺すいません、ひかりさん、ちょっと準備してください。そうですね、向こう、今ここはだできないんで。すいません、そうですね、初めて教会にいらっしゃってくださった方のご案内忘れました。大阪直樹さんというんですかね、大阪直樹さん、どちらさんだと思いますか。大阪直樹さん、いらっしゃい、ちょっと一人、すいません、一言お願いいたします。感想でも何でもいい。妻が演奏するんでさせていただきます。ありがとうございます。この方ですね、習志野市からいらっしゃってた大阪さん、大阪さんね、習志野縁談ありがとうございました。もう語ったんですけどね、石井、俊夫さんと住子さん、やっぱり船橋の方が縁談多いですか。はい、今日は佐野純一兄弟からお招きいただきまして、参加しました。本当音楽がすごく癒されました。ありがとうございます。はい、失礼します。じゃあどうぞ向こうの方へ。あ、消えてます、消してます、消してます。大丈夫。本当だ。